まあ、エスパルスの一員として戦わせてもらって、まあ、もちろん、勝ててる状況ではないですけど、まあ、もっともっとチームに貢献できるようにやっていきたいなと思います。もっと満員のスタジアムの中で、やれればいいですけど、まあ、なかなかこういう状況で、その中でも足を運んでいただいているサンファンサポーターの方々に、もっともっといい試合をして、一つでも多く勝ちを届けれるようにしたいなと思います。まあ、自分自身やっぱり出てる以上は本当にエスパルスのために、チームのため、勝つために、もっともっとチームを引っ張っていかないといけないなとは思います。そうですけど、まあ、やっぱり僕たちとしては勝ちたかったですし、勝てるゲームであったのは間違いないので、まあ、そこをどう突き詰めていくか次第で、まあ、これからのチームというのは変わってくると思うので、はい、こだわっていきたいなと思います。そうですね、まあ、アウェーではありますけど、しっかりと自分たちのゲームをして、勝ち点3を奪っていきたいなと思います。まあ、自分たちのやってるサッカーというものをどれだけ信じて、それをゲームの中で選手たちが表現できるかだと思いますし、まあ、その中で自分の持ち味だったり、そういうものを出していきつつ、チームとしてまとまることができれば、もっともっと勝ち点を拾っていけるかなと思います。ファンサポーターの皆さん、しっかりとピッチで、熱い思いを表現して、みんなで一緒に戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。